いやー、夏になりましたね。今回は紀勢本線の海沿いの風景をジオラマにしていきます。これ作って黒潮を走らせたい。まず全体のイメージは 3D で作っておきました。もちろん 3D プリントもするんですが、カットする部分とかもここで設計しておきます。理論上これ通りに作れば大丈夫なはず。今回防潮堤の部分を 3D プリントしました。こういう風な割と大きめの造形は光造形よりも FDM の方が向いてると思います。そしてラフトとサポート材を外していきます。自分は大きいものを造形する場合は FDM を使うことが多いです。あとこれは内部空洞化できるんで、光造形よりも軽く丈夫なパーツが作れます。部分的に使い分けるっていう感じです。とは言っても一気に丸ごとパーツは出力できないんで、細かくパーツを分割して造形してそれをひっつけていきます。そしてパーツの境目はパテで埋めて全体ペーパー掛けして表面処理しておきます。防潮堤なんでそんなに表面ツルツルにする必要がないのと、逆に積層が残ってる方がゴツゴツしててそれっぽくなるかなっていう感じです。作り終えた防潮堤がこんな感じです。こっから板にスタイルフォームを貼り付けてベースを作っていきます。板は鋼軟で切ってもらったものです。手前側が海で奥側に線路がある感じ、切り出して貼り重ねていきます。そしてつなげた防潮堤を取り付けます。接着はセメダインのスーパー X ゴールドを使ってボードに固定しました。そしてさらにスタイロフォームで地形を作ってこんな感じになりました。そして防潮堤を塗装します。まず下地に黒のサーフェイサーを拭いてから上にグレーを乗せてます。全体塗った後にニュートラルグレーとジャーマングレーを重ねて色を入れました。ここは実物は石積みになってるんですけど、だいぶデフォルメして作ってます。あとこの辺りとかも塗装して全体をウェザリングカラーのマルチブラックでウォッシングしておきました。そして線路を固定します。今回は加藤のユニトラックをベースに作ります。ここでも接着セメダインスーパー X ゴールドを使うんですけど、基本的にユニトラックを直接スタイルフォームに貼り付けるっていうのはセオリー的にはあんまり良くないんですけど、今回サイズも大きいんでこのまま使うことにします。一応スタイルフォームの表面には木工用ボンドすり込んで乾かして下地は作ってます。そしてバラストの下地に両面テープを貼り付けて全体にバラストを巻いていきます。ここの作業はいつもと同じです。ただ今回はレールとレールの間にはバラストを巻いてません。レールの外だけにバラストを巻きました。そして木工用ボンド水溶液で固着します。で、一度乾燥させた後にバラストが崩れた部分とかを補修してもう一回ボンド水流して固着しました。そして完全に乾いたらレール周辺にダークアースを吹き付けて色を入れておきます。塗装後にツールクリーナーを染み込ませた綿棒でレール上面の塗料を拭き取って落とします。次、スタイルフォームをカットして角を落として小さいたこ焼きをいっぱい作ります。何にも考えずにただスタイルフォームを切るだけの簡単なお仕事です。そしてこのカットしたたこ焼きを地形に貼り付けていきます。ボンドで貼り付けたり、部分的には爪楊枝で串刺しにして貼り付けたりします。これで地面の凸凹を作っていく。さらに紙粘土乗せようかなと思ったんですけど、このジオラマ後でレジンが入るんで重量を軽くするために地形はスタイルフォームだけで作ることにしました。で、貼り付け終えたら下地にアクリジョンのカーキを筆塗りしました。ただ別にアクリジョンのカーキじゃなくてもいいと思います。グレーとかダークアース系の色やと問題ないと思います。そして下地が乾いたら加藤のジオラマのりを塗っていきます。これ塗ってる時は白色なんですが、乾燥すると透明になります。これが透明になるとベタベタした接着剤になります。その上にフォーリジとか乗せて接着することができるっていうアイテムです。自分はフォーリジとかは木工用ボンドでつけることが多いんですけど、今回面積が広かったんで先にこれを使っておきました。この上にフォーリッジクラスターを置いていきます。フォーリッジクラスターはテラプランツって名前が変わってるんですね。テラプランツをちぎって乗せていきます。下地の固定をジオラマのりで使って、隙間空いたところとかは木工用ボンド使って貼り付けていきました。ちなみにこのカーブモジュールの地形とかもスタイルフォームのたこ焼きがベースになってます。この部分とかこの山の部分とかもたこ焼きを積み重ねて地形を作ってます。本当は寸法上綺麗にスタイルフォームカットできたらいいんですけど、なかなかそういうの難しいんで、そういう部分は粘土細工みたいにスタイルフォームたこ焼きを重ねて現地で作りました。あとなんかやってる途中に思いつきで一部岩肌にしたくなったんで、プランツとたこ焼き取り除いて岩を取り付けておきました。この岩はウッドランドシーニックスのシリコンの型に石膏流し込んで作ったものです。この岩を貼り付けて隙間は石粉粘土で埋めて地形を作ってます。ここも実際はこんなに岩肌むき出しじゃないと思うんですけど、アレンジということで作りました。で、乾燥して固まったら薄めたアクリジョンで着色しました。カーキとグレーとブラック系を薄めて塗り重ねてます。そしてまた乾燥した後にクレオスのウェザリングカラーのブラックを全体に塗って拭き取ってます。そしてまた乾燥した後に白でドライブラシをして輪郭を出しました。全体はこんな感じです。次、さらに緑化をどんどん進めていきます。
草むらを巻いていくんですけど、モコヨボンド水溶液を塗布してその上にパウダーを巻いてます。ここも本当は静電気で草を立てたりしたかったんですけど、できるだけシンプルに作りたかったんで草を巻くだけにしてます。あとパウダーのチョイスは夏っぽく彩度高めのやつを選びました。あと実写はここにこんなに草はありません。だいぶアレンジしながら作ってます。そしてここまで来たら次は海を作ってきます。海の下地は加藤の水底カラーのネイビーブルーを使ってみました。スポンジに取ってちょんちょんしながら塗っていきます。本当はグラデーションかけたりすることで水の深さを表現できたりするんですけど、今回は1色で塗ってます。結構一度塗りでしっかり塗れると思いますが、発色が薄いところとかは乾燥後にもう一回塗りました。そして海は加藤のディープウォーター使うことにしました。まあ2液性レジンなんで市販の2液性のレジンを使ってもいいと思います。海表現も迷ったんですけど、ちょっと今回面積が広かったんで2液性レジン流し込んで作ることにしました。全体流し込んでから気泡はライターカチカチで消しておきました。そして1日から2日置いて固まるのを待ちます。冬場のレジンは結構固まるの時間かかるんですけど、夏場は室温高いんで1日ぐらいで固まる気がします。はい、1日経ってレジンは固まりました。おいで、周りに貼ったマスキングを剥がしていきます。いいね、やっぱレジンが入るとええ感じ。端っこの部分はこの角が立ってるんで、ここをカッターで落としておきます。そして波というか水面の表現、今回はリキテックスの画材使うことにしました。いつもは加藤の大波小波使ってるんですけど、結構お値段がするのとそんなに入手しにくいということで今回こっちを選びました。グロスポリマーメディウムとジェリメ、グロスポリマーメディウムとジェルメディウムという2種類を用意したんですけど、どっちもデコボコの表現ができて乾燥後は透明になります。ジェルメディウムの方が硬くて、グロスポリマーメディウムの方が柔らかい感じです。グロスポリマーメディウムは薄く流し込んで固めることで水たまりみたいなのも作れたりするみたいです。今回は波のデコボコということで固めのジェルメディウム使うことにしました。筆に取ってちょんちょんしながら波を描いていきます。この作業結構好きなんですけど、面積広かったんでまあまあ時間はかかりました。一回塗り終わって乾燥させてから、キラキラが足りないところはもう一回ちょんちょんしてデコボコつけておきました。はい、水面ができたんで次はライトモデリングペーストを使って波の泡立った部分作っていきます。ライトモデリングペーストはデコボコ作れるんですけど、モデリングペーストみたいに割れたりしない素材みたいです。あと乾燥しても透明にはならないということでこれ使っていきます。あ、ほんまや、結構ガシッとしてる、塊で取れる感じ。そしてここまで来たらラストスパート、小物取り付けていきます。河川柱は加藤のものを使うことにしました。単線河川柱、これを塗り分けて使います。ただ河川柱は軟質系で塗料が乗りにくいんで、ガイアのマルチプライマー拭いてから上にグレーを乗せて塗り分けてます。この河川柱も実物と形状異なってて、最近は R がついたものに変えられてるんですが、ここも目をつむって既製品をそのまま使うことにしました。でマスキング剥がして外紙部分に白を塗りました。でまた乾燥後にブラックで墨入れして拭き取ってます。そして河川柱を取り付け、河川柱の足の部分は真鍮線に置き換えてるんで、そのままバラストに突き刺して固定しました。あとこの直線部分なんですけど、海側の河川柱は一段下がったところにつきます。なので 3D プリントでかさ上げのパーツを作って高さが合うようにして固定しました。まあ、実際と形状がだいぶ変わってますけど、模型的なアレンジっていうことで進めていきます。あと海側のこの部分に柵があるんで、ここも取り付けていきます。これも 3D で設計したパーツを試しに 3D プリントしてみたら意外と使えそうやったんで使ってみました。で取り付けた後にウェザリングカラーのステインブラウンで墨入れしてます。このつなぎ目のところに流し込んで全体拭き取って墨入れしてます。これで一通りのパーツ取り付けは OK。 はい、なんやかんやでつけるべきものは全てつけました。本当はまだ乗せたいものあったりするんですけど、一旦ここで終わらせて直線とカーブを引っ付けます。ここは分割式なんでモジュールを接続するだけ。よいしょ、 OK、 よし、繋がった。一応これで完成とします。紀勢本線のみなべと岩代間にある区間っぽいジオラマです。完全再現ではなくて、はしょれるところは思いっきりはしょってます。
精密感あるジオラマっていうよりかは鉄道模型のカタログとかにありそうなジオラマを意識して作りました。だからこの木のところとかも基本的にテラプランツしか使ってません。単純な工作しかしてないんですけど、サイズがでかいから時間かかったかも。実際ここは有名な撮影地でもあるんですけど、まさにこのカメラのアングルぐらいのところに崖があって、こっからカーブから曲がってきた列車を狙えるみたいな場所です。行ったことないけど。カーブはユニトラックの伏線の一番でかいやつ使ってます。それでもだいぶ急カーブなんですが、模型的にあまり違和感はないかなと思います。あとこの防潮堤っていうのかな、この壁の部分は実際は石積みで結構埋もれた感じになってるんですけど、そこ再現したいなと思ったんですけど、ちょっとあまりにも時間かかりそうやったんで、思いっきりデフォルメしてコンクリの壁っぽくしました。あと手前のこの砂浜の部分、実際はこんな感じじゃないと思うんですけど、まあ、ここもだいぶアレンジが入ってます。スタイロフォームで地形作って、加藤から出てるホルベインの崖を作るってやつを擦り込みました。素材自体はバラストよりも細かい目の砂利表現みたいなのができます。そしてモジュールの接続部分、こんな感じです。ちょっとね、大きく隙間空いてるんですけど、すごい遠くから薄めで見たら気づかないと思います。で、本当はね、ここら辺に柵があったり信号があったりするんですけど、もう潔く端折りました。一応データ作ってプリントとかはしてるんですけど、まあ、あってもなくてもさほど変わらんかなと思ったんで端折りました。じゃあ最後に車両乗っけて記念撮影して終わります。パンダクロシオくんね。で、今乗せたんが加藤のなんで、トミックスのも乗せます。あー、なんで手前に先乗せたんや。くー、あー乗った。あー、ええやん。2編成並んだらなかなかいい感じ。じゃあ今度終わり。はい、というわけでちょっと長くなってますけど、双子パンダクロショージオラマができました。毎年夏になるとなんかちょっとでかい目のジオラマ作ってるんですけど、今年も阪急梅田本店で鉄道模型フェスティバルが開催されます。そこにこれ持ってくんですけど、去年に引き続き今年も JR 西日本さんとのコラボレーションということで、今月末から開催ということで、まあ、メーカーの試作品とかも見れるんで、ついでにこれも見ていただけたら嬉しいです。あとタイミングよく加藤からオーシャンアロー発表されたんで、これ乗っけたいなぁなんて思ったりもしてますけど、その他もろもろ詳細は説明欄にリンク載せておきます。合わせてご覧ください。あとその勢いでチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。